ファンデフカことヨアンネス・フォカスは、ギリシアの水先案内人であり、スペイン王フェリペ2世の下で、北アメリカ大陸北西岸を探検した。彼は、バンクーバー島とオリンピック半島との間の、ファンデフカ海峡の名前の由来として最もよく、知られている。彼自身は、北米大陸の北を迂回して、東アジアとヨーロッパを最短距離でつなぐ、仮設上の回路。 アニアン海峡を発見したと称しており、後世まで議論を残した。イオアンネスの祖父、エマヌエル・フォカスは、1453年、コンスタンティノープルの陥落時に、兄弟のアンドロニコスと共に逃げ落ちた。二人は当初ペロポネソス半島に住んでいたが、1470年に、エマヌエルのミケファロニア島に移り住んだ。イオアンネスの父、イアコボスは、 島内のバレリアノス村で独立した家を建て、兄弟と区別するために、バレリアノスのフォカスと呼ばれるようになった。イオアンネスは、バレリアノス村で1536年に生まれた。1555年頃に、スペイン王に仕えるようになる前の彼の人生についてはほとんど何も知られていない。彼は、イオアンネスフォカスをスペイン語に訳した、ファンでフカの名前で知られている。 一説には、本名は、アポストロス・バレリアの巣であるという。これは、出生時の名前が、アポストロスで、洗礼時に、イオアンネスと付けられた可能性がある。デフカの初期の航海は、極東で、1587年に、バハカリフォルニア半島のサンルーカス、岬沖で、イギリス人のトーマス・キャベン・リッシュの主略船が彼の、ガレオン船。 サンタアナオダホシ、ヌエバエスパーニャに上陸させられたと彼は主張している。デフカは熟練の船員で、スペイン艦隊の水先案内人としての技能を完成させた。スペイン王は、デフカの優秀さを認めて、スペイン艦隊の西インド諸島への水先案内人に、指名したとデフカは主張していたが、スペインの公文書には、 彼の名前や地位、あるいは王宮への訪問の記録は存在しない。有名な北米大陸北西海岸への航海をする前に、彼は中国、フィリピン、メキシコへ向かった。ファンデフカ海峡の近くのワシントン州、フラッタリー岬にある、フカの柱でフカの説明によれば、彼は、ヌエヴァエスパーニャ複王のルイスデベラスコの命を受けて、大西洋と太平洋を結ぶ。 北西航路の一部であると信じられていたアニアン海峡を見つけるための航海に出た。最初の航海では、デフカは船長兼水先案内人として、スペイン陸軍隊員の指揮下にある200人の兵士と3隻の小型船とともにアニアン海峡を発見する任務を当てられた。この探検は失敗に終わった。伝えられるところでは船長の不当行為が原因で、 兵士たちが反抗してカリフォルニアに帰ったためであるという。1592年からの2回目の航海でデフカは成功を収めた。キャラベル戦とピンメース及び少数の武装海兵隊で機体航海した後、彼は赤プルコに戻り北緯47度付近で入り口に大きな島がある海峡を見つけたと主張した。現在のファンデフカ海峡は実際には 北緯48度前後にあるが、デフカの航海についての説明は、現実とは異なり、実際に存在していた地域とはかなり異なる地域を表している。デフカはまた、航海中に、航方または、戦闘岩を見つけた。これは、ワシントン州の北西端のファンデフカ海峡の近くに、ある、フラッタリー岬の西岸にある、 ほぼ長方形の高さのある岩であった可能性があり、この岩は現在、深の柱と呼ばれている。ただし、デフカの報告ではこの岩は、海峡の反対側にある。しかし、ベラスコが繰り返し約束したにもかかわらず、デフカには、彼が本来受け取るべきと主張する巨額の報酬は、支払われなかった。2年後、福王の要請により、デフカはスペインに渡って提訴した。 彼は再び失望し、スペイン人にうんざりして、故郷に戻って引退することを決心したが、1596年に、イギリス人のマイケル・ロークから、スペインの大敵であるイギリスのエリザベス女王に、使えるよう説得された。この話は進展しなかったが、不安で不可の話がイギリスに伝わったのは、ロークの説明を通してである。 デフカの航海に関する文字による証拠はロークが書いたものが唯一であるため彼の発見についてそしてそもそも彼が実在の人物だったのかについて長い論争があった何人かの学者は不安デフカは完全に架空の人物だとし18世紀のイギリスの探検家ジェームズ・クックはデフカが発見したと主張する海峡の存在自体を強く疑った しかし、その後のイギリスにより探検と定住により、デフカの主張ははるかに信頼できるものに見える。1859年、アメリカの研究者は、イオニア諸島のアメリカ領事館の助けを借りて、デフカが実在したことや、彼の家族と歴史が島でよく知られていたことを証明した。ロークによって公表された、記述の裏にある正確な真実を、我々は、 知ることはできないが、デフカ自体が架空の人物であるとは考えられない。1787年、イギリスのチャールズ・ウィリアム・バークレーは、ファンデフカが、アニアン海峡の位置として主張したものとほぼ同じ井戸に、海峡を再発見し、ファンデフカ海峡と命名した。ファンデフカ海嶺とファンデフカプレートは、ファンデフカ海峡に由来している。ありがとうございます。